やだ、助かるために逃げてきたんだぞ。こんな、こんなのは、よもやここで終末に見舞われようとは。みんな落ち着くのだ。すぐに防御の陣を張る。むやみに逃げ回らず落ちれ。お前たち、暁の決命が援護します。お父様は誘導を優先してください。あのデカブツは俺が抑える。お前は難民たちの治癒と保護だろう。さあ行こう。任せたぞ、アルフィノ。お前はとにかく怪我人を治療しろ。獣は俺が引き受ける。癒してみせる。
が押し切らせてもらうぞ。獣どもを掃討せよ。あれはユルス、それに帝国軍の皆治療を終えたのか。今度は出遅れずに済んだみたいだな。細かいことは後だ。今はただ救われた同胞を思って戦え。同じだけ、それ以上に俺たちも助け出すんだ。誇り高きガレアンとして。私たちも加勢しよう。どうして敵対していた帝国軍が。これは一度に全部は無理か。どうする、アリゼ。一旦下がるか。冗談。私たちはあの人が帰るまでこっちの世界を任された。獣になってしまった人に仲間を傷つける悲しみまで背負わせない。一秒でも早く食い止めてみせる。上等だ。だったらお互い無茶するのは封印だな。いいけど、エーテルを切らしたりしないでよね。さあ行くわよ。
あるか。まだいける。空気が震えてる。物陰に隠れろ。エーテルが感じられない。やっぱりどうやっても戻せないのか。あの助けてくださってありがとうございました。あなたは確か前にもプルシャ寺院で俺たちを助けてくださった方ですよね。そっか、あなたパーラカの里の人だったのね。どうにか無事でよかったわ。もしかして怪我してるの？待って、すぐに治療するから。みんな逃げろ！行け！なくさせない。一つでも。ここは多くの希望を託された未来だ。終末だろうが何だろうが、踏みにじらせて黙るか！剣になってくれた人にいつまでも一人で切り込ませていられないのよ。
一人でもやれたんだけどね。おかえり。準備は万全か？さっさと片付けて次へ行くわよ。3人でなら負ける気がしないな。来てみれば戻っていたのか、相棒。厄介そうなのはこいつで最後だ。さあ、片付けるぞ。
ではあなた方も飛空艇の中へ。まもなく出発になります。予定を変えてシャーレアン本国に避難するんですよね。そこでもまた週末に見舞われたりしないでしょうか。私は大衆殿からあなた方の神明をお預かりした身でありながら、恐ろしい思いをさせ同胞を失わせてしまったことには弁解の余地もありません。一方で事実として終末は広がり続けていく。我らが祖国ならば絶対に安全だなどと軽々しい約束はできかねます。ですが人を救済したいという心には一点の曇りもなく。皆さんをオールドシャーレアンにお連れするのもそこで月へ向かう手段が建造されているからです。それが完成すれば多くの物資やシャーレアンの民と共にあなた方も新天地へとお連れできるでしょう。わかりました。どうぞよろしくお願いします。行き先を変更なさるのですね。ラザハンの民は終末で深く傷ついている。ガレマルドが間近とはいえど、この状況下での強行軍は全滅を招くだけだ。私も同じ考えです。くれぐれも彼らのことをよろしくお願いします。アルフィノ、お前は。見てくれ、何か来る。まだ残っていやがったか。大丈夫だ。このまま飛空艇の方へ向かってくれ。今さら一体どういうつもりだ。見たことのない獣がいた、故に切ってみた。が、もろかったな。これでは到底鍛錬にならぬ。鍛錬って、あなた、この状況でもまだ再戦だなんだって考えてるの？もとよりそのためだけに得たせいだ。他の何に費やす道理もない。しかしお前は未だ別の獲物を見据えているのだろう。その熱は俺に及ばず、さりとて怒りや絶望で強引に奪えるものでもないらしい。
故にただ牙を研いでいる。今はそれだけだ。お前、何を言ってるんだ。ガレマール帝国が壊れたんだぞ。俺たちの祖国が、お前たちが治めた国が。帝都はあのありさまだ。大勢死んだ。俺たちみたいに内戦に加担した軍人だけならまだいい。そうじゃない民間人までどれだけ倒れたと思ってるんだよ。様子がおかしくなって、同族同士で殺し合って、どうにか意識を保ったまま生き延びた奴だって凍えて死んでいくしかなかった。派遣団からはお前たちが望んで仕掛けたことだったと聞いた。本当なのか。だとしたらなぜ。全て事実だ。今となってはさして意味もなかったがな。セノス、お前！ユルス、ダメだ。落ち着いてくれ。ゼノスなんかのためじゃない。君のために怒りを抑えるんだ。この最悪の下で強い負の感情を抱けば、君だって獣に転じてしまうかもしれない。だから。理由があればよかったのか。なんだって。それらしい理由があれば、眼前の事実を許せたのかと言ったのだ。だとすれば、貴様らはやはり愚かな獣。狩られる側の存在であろうよ。物事は常、誰かの都合がいいように語られる。いかなる理由も名分も、善悪などというものでさえな。ガレマールという国の中枢ではいくらでも見られたぞ。潰し合いの中で正しさがすり替えられる様を。あるいは民衆が意気揚々と掲げる正義が、計略により扇動されたものであったという事実を。貴様は今、俺になぜと問うたな。バカバカしい。現実に納得するための理由を他者になど求めて何になる。そんなもの、たとえ地の果て天の果てまで問い求めようが、帰ってくるのは誰ぞの都合よ。己が生に謳歌することごとく、それに意味を、答えを出すのは己自身だ。貴様が自らの答えとして剣を抜くというのなら、俺は俺の道理にて、その身を技の糧にしてやろう。悲劇の引き金になるなら、俺はもう
お前のせいで血を分けた仲間を失いたくはない。行け。そして二度と同胞の前に姿を現すな。あなたの生き方は強いわ。一理あるとも思う。けどね、それで他人を傷つけてたら、あなたはずっと孤独なまま。再戦だって何だって望まれるわけないわ。人に求めることがあるならば、自分が楽しむだけじゃなく、一緒に楽しめるように考えるものよ。そんなこともわからないなら、永久に振られてなさい。空艇の出発準備が整った。民を乗せている者はすぐに立つが、私の船はしばし待機させている。お前たちも望むのであればそれに乗りなさい。こたびの騒動で暁に助けられたのは事実。道を違えていたとて、それは否定されるべきではない。お気遣いありがとうございます。しかし、しばし待機というのは。私は一度ガレマルドに赴き、イルサバード派遣団に状況を共有するつもりだ。この地で問題を起こした以上、筋は通さねばならないだろう。であれば私たちもご一緒しましょう。両者を知る立場としてお役に立てるかもしれません。ユルス、よければ君も。歩きながら週末について知っていることを話すよ。まったく、いよいよ大人顔負けだな。